北国新聞ニュースをお伝えします石川県漁協は今シーズンから県産ズワイガニのお酢カノガニの最高級品を輝きと名付けて売り出すことにしましたズワイガニをめぐっては全国的に最上級の企画を設ける動きがあり越前ガニの極みや松葉ガニの五木星などがブランド力のアップを図っています カノオガニの輝きの場合は、重さが1.5キロ以上、甲羅の幅が14.5センチ以上という認定基準は一然ガニの極みと同じですが、色や身の詰まり具合といった条件を加え、さらに厳選しますカノオガニの PR はこれまで産地ごとに取り組まれてきました 輝きという県内統一の企画が設けられるのは初めてで石川県漁協は知名度が低いカノーガニの品質を広く PR します輝きの認定は来月6日に解禁される今シーズンのカニ漁から始まり県漁協では1シーズンあたり100匹程度が認定されるものと見込んでいます 県底引き網漁業連合会の橋本勝久会長はめったに出ないだろうが絶対に美味しい自信があるカノガニの知名度を底上げしたいと期待しています新聞配達を通して雪害を受けた集落の孤立解消に努めた北国新聞販売の使用営業所が 日本新聞協会の地域貢献賞を受賞しました日本新聞協会の地域貢献賞は新聞販売店の地域貢献活動を広く知ってもらおうと2007年に設けられました今年の受賞が決まった北国新聞販売使用営業所の斉藤正樹さん65歳は今年1月 暴風雪によって宝達清水町の山間部にある配達先へ続く道が寸断されているのを確認しましたこのため倒木や積雪の多い箇所を町へ電話連絡する一方夜までかかって歩いて長官を配達し住民の安否を確かめました斎藤さんは新聞を待つ読者がいる。 毎日顔を合わせる家族のような存在で到着するとよく来てくれたと言われこちらが励まされたと振り返りました地域貢献賞の授賞式は来月二十五日に東京で行われます斉藤さんの活動をきっかけに先月、放達清水町と町内の北国新聞販売店四店が防災や防犯などの 連携協定を結びました。今月十三日の豆の日を前に。和菓子を通して豆の栄養を学ぶイベントが。昨日金沢市内で開かれました。旧暦の九月十三日の夜に。月に豆をお供えする習わしにちなんで。全国豆類振興会は。十月十三日を。 豆の日に定め全国でイベントを開いていますこのうち県内では初の関連イベントとして和菓子を通して豆の栄養を学ぶつどいが北国新聞二十回ホールで開かれ二百四十人が参加しましたつどいでは全国豆類振興会で広報委員長を務める矢部光雄さんが豆の栄養について講演し 豆にはビタミンやミネラル、カルシウムが豊富に含まれ食物繊維はさつまいものおよそ8倍あると PR しましたそして和菓子は豆の美味しさを一番生かした健康的なお菓子だと説明しましたこの後金沢市内の職人が和菓子の実演を行い参加者はあんを手で伸ばしたり 練り切りに模様を入れたりする熟練の技に魅了されていました金沢第三中学校桜川高校の創立100周年記念式典が昨日開かれ同窓会会員などが母校の発展を願いました県立音楽堂で行われた記念式典には桜川高校の生徒や 三王同窓会の会員など関係者およそ1200人が出席し創立100周年の節目を祝いました式典では庄村千一校長が「国際社会で輝けるよう生徒自らが考えて行動できる場所に今後もしていく」と決意を示しました。そししてて生生徒徒を代表して前期の生徒会長増田明さんが 桜ヶ丘では仲間と笑い励まし合えるかけがえのない時間が流れていると学校の良さを語りました式典の後桜ヶ丘高校 OB で JAXA の研究開発部門で主任研究開発員を務める加藤博さんが講演を行いました 水引きの教室が昨日宝達清水町で開かれ参加者がブローチ作りを楽しみましたこの水引き教室は宝達清水町の老人クラブ連合会女性部が町民センターアステラスで開きました参加した16人は北国新聞文化センターの講師で林谷唯農品の 林に恵美子さんから指導を受けて、水引きのブローチ作りを楽しみました。以上、北国新聞ニュースをお伝えしました。